だからなるほど、こっちに規制がついてたのねとかって、うん、そう逆にね、そう。なるほどね。うん、だから何だろう、川崎で撮ってた人たちの中でまあやっぱりもっとコアな人で何人かやっぱいるんだけど、その人たちに言わせると曜日で何がついてくる、形式で何がついてくるかっていうのは把握してたみたいで、うん、やっぱ何が撮りたいのって言ったら、そう、これは何曜日に来るよっていうのまで分かってたんだよね。そういう人たちもいたの、当時は。うん、ミシさんって人はまだ多分コンテナでそれをやってると思うんだけど、向こうで、川崎の方で。実際ドラフトなんだよ、ミシさんって。あの、もともとそうです。あの、結局、上越っていうか、あの、高崎の運用が、こいつらが、と、64000の運用が多かったんで、渋川貨物の場合、だから64000っていうふうに、ちょうど割り当てになってたとしても、高崎のこの6号が大勢で入ることっていうのは、まれに、っていうか、結構な頻度であったんで、だから、どっちが来るかわからなかったんで、正直。ロックバンドとかが、コキとカキのあの、なんだ、ビールかなんかのあの先生、はい、あ、高島っぽいデイリーしてた、ああ、そうそうそう、あ、あれは、あれはそいつのイメージだと思って、まあ、基本あそこは高気持ちいいから、そう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 、うん、あの、あの、なんか開いた人とか、ずっと、そのままだから右視線まで突っ込んでて、そうそう、うん、あの、そのイメージがあったかな、ロックバンドの。さっき1865とかだったっけ、1660はいかんもんね、いかんもんね、2430なんでしょ、あ、そうだそうだ、あ、そうだよ、2430、でかいやつですよね、新成分なんですね。あと変わったところで言うと、あれか、なんだっけ、8000いくつっていうのって言ったよね、あれ農協が持ってたんですよ、あ、全農が持ってた、8000ピアルかな、うん、真っ黒な、うん、あれもクリームになったりしたんだよな、ね、確か、うん、出たては全農のやつで黒だったんだけど、うん、あれも確かマキはクリームに塗られてて、そのクリームに塗ってからがちょっと分かりづらくなったんで、ニンニとかに紛れて入ってくるから多いみたいな。キリンディールと無双騒動もあったよな、本当だよ、びっくりだよ。